はい、おはようございます。今日の保護猫です。今日の保護猫 の、あのフリールームから今日は、まあ後で分かると思うけど、なんでこっちからか。はい、ポポちゃんね、誰や、おい、クララちゃんね、はい、マリンちゃんね、はい、いっちゃん、はい、せいくんね、はい、ありがとう。こら、あ、お前おったんか、びっくりするな。ま、マロン、マイルドちゃんがおったんや。ね、それでここ、せいくん、それで、アメちゃん。ね、それで、これ、大豆さん、マロンちゃん。それで、ニックに、ね。はい、シャーくん。シャーくん。ね。シャーくん。シャーくん。シャーくん。おい、シャーくん。シャーくん。おとなしいよ。おいで、ここね、今日いてないんですよね、もう。なんで言うたらね、ちょっと、あ、これがマロンちゃんね。奥は？あ、奥がちょびちょびちゃんかな。ごまちゃんがどこ行った？あ、ごまちゃんここなんかな。あ、ごまちゃんここやね。ね。それで、これね、サブコロちゃん。まあ、こんな感じでね、今日、結局、何でした、おばちゃんと、トラキチ入れたんですよ。なんでやるか、ちょっと、トラキチとね、おばちゃん、ここに入っててね、なんか、うー言い出したしね。それで、朝ちょっとね、スジちゃんの毛がね、トコッと折っとったんですよ、ここに。それで、まあ、昨日寝てる時はそんな喧嘩はなかったんやけどね、声えらいするからね。けど朝見たらこういう感じでね、なんかちょっとおかしいんかなぁ思って。それでまああれっすわ、虎吉もね、宮に出てたしね、ちょうどもういっぺん戻そう思ってね、ちょっと宮に出てるからなんかおかしいなぁ。それで、まあ、様子が出ないね、戻したんですよ。それでまあここでね、今日おばあちゃん、これ結構悪いかもわからんすね、これこいつボスかもわからんすよ、ボスを狙ってんかもわからん。これね、堂々としてほしいです、今日なんかもうふんずり返ってきだしたからね、今日なんか知らんけど。こらおばあちゃん、ほんまにちょっとうう言うて、虎吉いじめがけとかだから、もう速攻戻したんですよ。もうこれは喧嘩すんちゃうかな、これ。これまあ虎吉ね。まあこれからね、ちょっとやっぱりモバちゃんはね、去勢手術したからで、ちょっとうーって人を追いかけたり しとったからね。うん、ちょっと朝気づいたからそれ良かったから、あれやけど。まあこの子はちょっと、やっぱり人をいじめる癖があるかもわからんね、モバちゃんは。だからこれからはね、ここをこんなしてやっぱり入れといて、もばちゃんと、もばちゃんはやっぱ大きいオス猫とは合わんと思いますよ、僕の判断では。スジちゃんもちょっと毛抜けてたしね、喧嘩したと思いますわ、ちょっと。けどまあ夜中そんな泣いてガー言ってやってないからね、喧嘩大きな。それで分からんかったんけど、朝見た時毛やって、ちょっと雰囲気がちょっとなんかちゃうな思ったから戻してんけどね。まあ、これからこなしてトラキチラのモバちゃんとかね、この子らは多分どこでも会うと思う。誰がピチャ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 。お前、こら、水遊びしたかんのお前。それ飲み水や。お前悪いな、ほんまに。うわ、こら。あららら。そんなんしたらお前飲まれへんやん。こら。おい、どんな飲み方してんの。これちょっとこっちに出すんだ。これションベンをわからんようなもんね。ちょっとこっちに移動しときますよ、ね。悪いやっちゃう。タオルちょっと拭いときます。おしっこがわからん。悪さなんですよ、これ。こいつ、うんこ飛ばしたりするやつや思いますわ。この翔子ちゃん、ほんまに。ほんまやんちゃやからね。まあ、お前は、
な、フリーに行ったらいけると思うわ。会う子は多分 何人か入れてもいけると思う。小競り合いはあると思うけど、家猫でも僕どこでもちょっとした遊んでて喧嘩になることはあるからね。さほどそのあれですよ、そのそういう喧嘩はね大丈夫や思ってるから、僕とこでもやっぱり家猫でもあるから。けど本格的なね、あの喧嘩いうのはやっぱりちょっとね、この前のロシアちゃんのを見たけど、あれは初めて見ました。うん、だから合う合わんあるからね、絶対に。まあ小競り合い程度のね、あの喧嘩やったらね、うちでもあるんですよ。まあそれは大丈夫や思いますわね。それでまあここらね、まあ、だからね、ここからはうんこしてる。ちょっとうんこ、まあ、朝からすみませんね、こんな動画で、ね。これからはね、ここで、まあ言うたら、言うてるように壁、出えへんような壁を作って、開放型にしとこうってね、順番に。毎日出す必要はないと思いますわ。だから、何日かに一遍順番に開放していったろうってね、開けといて。それで自分が、出たり入ったりできるように交代で、交代選手みたいな、ここ開放のフリールームじゃなくて、それに決めとこみたいな。やっぱ合う合わん絶対出てくるからね。うん、もうそういうふうにします。ここの部屋はこれで、まあ合う子はできるだけね、向こうに行ってもうたらいいと思う。狭いけどね。だけどもまあ狭いけど話して、合う子は全然喧嘩ないからね。やっぱり朝見た時とかね、その僕監視カメラで途中で昼間見てるんやけど、わかるんですよね、猫のその様子が。絶対喧嘩したらね、この人動いてないんですよ。あの監視カメラのとこにあるけど、絶対ここらに何にもいてないんですよ。なんで言うたら、喧嘩誰かがしたらね、じーっとこういう風にするんですよ、みんな。これかわいそうやな、お前、ね、なんでそんなにいっぱい入ってんの。まあこういうの好きな子は大丈夫と思うんだけどね、うん、喧嘩さえしてんかったね、あん中で。まあちょっとね、サビちゃん、スジちゃんがね、ちょっとだけ稽古におっとったからね、何かでちょっと揉めたんかなと。だからこの人、監視カメラに動いてたら、喧嘩なかったらこの人動いとるからね。まあ寝てるとかね、ここに。この前に大きい喧嘩あった時、みんなこっちに、みんな寄ってたからね、端っこに。この間やった時、ここ何にもいてへんから、すぐわかるんですよ、喧嘩してるか喧嘩してへんかは。ね。ちょっと K とかね、で走り回ってたらこういうのがね、やっぱ落ちてたりねするんですよ。今見たんじゃなくて、もう暴れ倒しとるからね。今見たね、一匹じゃなくて何遍も逃げたりこっちにするから、こんなんもう倒しまくってるからね。まあわかるんですよね。今日はちょっとこれが倒れてたからね、おかしいなと思って、 K だけ落ちてたから。まあこんな感じです。まあ今日もね、こんなちょっと喋っただけで8分とかなってるから、まあこれぐらいで、ね、うわ、お前ほんまに悪いな。まあ以上です。ありがとうございます。